まあそうですね、さすがに妻にひげはつけらせられないんで、まあ僕がサンタさんでね、そういう風にするのかだと思いますけどもね、はい、でも本当にリアルにやるんだったらやっぱり、ね、トナカイの方が荷物運んでサンタも乗っけて大変なので、僕がトナカイ役 で妻がサンタクロースで妻を運びながら、はい、演出すると思います。ぜひインスタライブ小さい頃、まあそれこそね、親が自分が寝てる間に本当に眠りについている時に枕元にプレゼントを置いてくれてたり、そういう靴下を置くと何か願い事が叶うよって言ってくれたことを本当になんか信じていた自分がいて、で本当にその日が楽しみで、そういう時って夜中まだ来ないかなまだ来ないかなってずっとこう気にしてて、で疲れ果てて一瞬寝た時に置いてくれて、でパッて見たらあったんで、本当にサンタさんいるんだなっていう風にこう勘違いしてた時もあったんですけども、でもその頃の思い出ってなんか何とも言えないこのワクワクとドキドキと、朝そのプレゼントを開けて大切にこうしてる感じっていうのは子供にとって絶対必要なことかなと思いますので、はい、まあそうですね、さすがに妻にひげはつけらせられないんで、まあ僕がサンタさんでね、そういう風にするのかだと思いますけどもね、はい、でも本当にリアルにやるんだったらやっぱり、ね、トナカイの方が荷物運んでサンタも乗っけて大変なので、僕がトナカイ役 で妻がサンタクロースで妻を運びながら演出すると思います。そうですね、そのトラブルを回避するお菓子、就是我们当时也有听说，就是台湾在办任何活动的时候，都会在那些机台旁或者是各地方各处放那个乖乖嘛。那碰巧我们这次出了问题的那个就是音响的这一块，刚好那里也有放了一包乖乖，其实，可是后来发现那包乖乖被打开吃了吃掉，所以好像这件事真的好像很灵验。分からないですね。あとはちょうどそのね、日本のスタッフさんのところだったので、多分そこのクワイクワイのことも知らなかったと思うんですね、はい、不知道是谁吃的、但是因为其实日本人当时那些工作人员可能没有被告知这件事情，那以为是就是提供给他们，因为没什么时间吃饭，可能是想说提供给他们的零食，就不小心吃掉了。